ちは、ワールドリエタスです。今日はハワイで買った H&M コスメを紹介していきたいと思います。紹介したいのは4つです。じゃじゃん。まず1つ目、もうこれはもう使っちゃってるんですけど、私の一押し、あ、一押しから紹介していいのかな、あ、もういっか、あ、いっか、まあ、一押しから紹介していきたいと思います。はい、ではまず1つ目の商品ご紹介するんですけど、こちらです。じゃん。ちょっと傷だらけになっちゃってますけども、チークです。なんか朱色みたいな色的にはこんな感じでこんな感じです。つけるとこ間違えたH&M コスメは海外限定で日本では取り扱ってないみたいなんですね。うわ、買っとけばよかったと思って。ベストワン、私の人生の中でベストワンチークです。これは発色がいっぱいです。これで H&M で買ったブラシがこちらです。重いけどすごい立派なチークだ。チークブラシ、毛の量もわっさわっさしてます。チークちょっとつけてみたいと思います。ちょっとつきすぎちゃった。一回ポンポンってやりました。多分これでちょうどいいと思うんだよな。ほら、あ、これぐらいでちょうどいい。ポンポン2ポン2ポンで OK。 ポンポングリグリ、はい、 OK。 日本でも売ってお願いします。気になったのがこちらなんです。フェイスパックです。$3.99。すごい種類あって、20種類ぐらいかな。もう壁にブワーッとかかってて、やばい、ね、しかもイングリッシュだから書いてあるのが、どうしようかなって超悩んで、まずこっちグレーの方ですね。もういろんなカラーがあって、多分いろんなカラー買ったらめっちゃ可愛いんです。これはキューカンバー&アロエ、アロエとキュウリですね、のパックです。クーリング、冷たい、ピールオフマスク、疲れたお肌に汚れも取ってあげるよ、冷たくするよ。アロエはお肌を、荒れてるところとかを鎮静してくれる作用とかがあるんですよ。で、キューカンバーは、キュウリはお肌を引き締めてくれる、毛穴とかもキュッと引き締めてくれる修練作用とかもあるので、ちょっとこれにしてみました。ココナッツウォーターです。で、これはモイスチャライジングフェイスパック、シアバター、ココアバターが入ってる、フォードライスキン。私超乾燥肌、私洗顔の後につけて時間を置いて洗い流す系なのかなと思うんで、勝手な解釈です。ちょっとやってみようかな。ドライスキンの方ですね。うわうわ、ココナッツミルクの香りですね。あ、硬い、ほら手の跡がつくぐらい、マジか。スパチュラで取って、クリーム水分拭き取ったじゃないですか。すごい、目しみる、目、目今めっちゃ目しみる、しみる、痛い。やばい、超染みる、なんで痛い、
近すぎたのかな。取ってて。あ、平気平気。目の近く取ったら平気になった。あ、平気だ。なんだったの。目の付近はダメなんだね。ここら辺のラインまでだね。あ、ちゃんと塗れるようやく。なんかドルではなくてやっぱりクリームですね。硬さで言うと、これも痛いわ。なんでこんな痛いの。あの恐怖の痛みは何だったの。本当にもうやばいよ、あれはもう地獄。本当にまだ涙がね止まらないですよ。でもね、お肌はねすっごいしっとりしました。すごいしっとりしっとりしたし、ふっくらしたし、いや、いい感じでした。でもなあ、あれは痛い、本当に。これココナッツウォーター、あんなに泣く。肌はすごいいい感じです。ちょっとね、このもう一個キューカンバー&アロエ使うの怖いと思う。怖いな、使いたくない。で、流した後も香りがすごい、ココナッツの香りがしてて、こうやったらそんなに痛いのか。あ、痛い。これはね、ゴーグルが必要なフェイスパックでしたね。ゴーグルフェイスパックです。涙のフェイスパック動画でした。